はい、ソウルです。こんにちは。ですね、まあとりあえず前回の動画見てくれた方ありがとうございました。で、初見さん、いらっしゃい。まあ今回ちょっと特別回なんですけれども、まあ、試合は1本だけと。で、まあコメント返信っていうか、まあお知らせがあるわけです。で、まあこの動画どういう動画かというとですね、抜け人使って、絶対選出、抜け人絶対選出でレートを1600までとりあえず上げるっていう動画です。はい。で、まあ細かいことはね、本編の方で喋りますので、はい。で、まあコメントをしてくれた方っていうか、まあちょっと前回ね、いろいろあってあれなんですけれども、はい、ちょっと重大発表ありますので、じゃあ早めに行きましょう。カットでーす。はい。レールガンさん、対戦よろしくお願いします。これ最後の対戦にしますので、はい。まあね、これをなんていうか、その締めとして、はい、新パーティー、もうガラリと抜け人以外のポケモンを全て変えてくるでね、はい、ちょっとニセトロさんもね、ちょっと今日ばかりは荒ぶらないでください。お願いします。さあ、キャプチャー、相手レベル5ならばそれを突破していく。まあでも多分ね、ストライク珍しいな、ストライク、ミズロト、ドクロッグ、マンム、クロバ、ヘルガーは来る気がする。エーフィを借りに来る。すいません。先発、ちょっと待って、本当に荒ぶらんといて。先発チャッピーで、抜け人サザンは馬車は言う刺さってないっちゃ刺さってエーフィーストライク硬いでね、エーフィーをまずエーフィー出した瞬間にもう完全にもうヘルガー、最後の最後は行くぞ600。さあ、みるみるや、俺の動画で大人気のボスごと並んで人気の多分サザンや。対戦よろしくお願いします。さーて、先発はまあ何でもまあそれ相応に受けれるよ。さあ、何で来るか。一番厄介なのはヘルガーのカウンター。ストライク岩技ないんだな、これが。普通にトンボで帰ってくか、テクニシャン補正の何かを打ってくるか。吹雪で凍らしていきたいっちゃ凍らしていきたいが、凍るのかどうかいまいち怪しいところで、変えてくるなら水ロト。いや、めっちゃ不利だろそれ。でも奇跡だろ、間違いなく奇跡、まあ、奇跡だろうとなんだろうと相手トンボ一択抜け人に変えて受けていってでもいいんだけど、いやー、まあ後ろにロトムだったら抜け人で、いきなり抜けにはあまりにもリスキーだろう。吹雪トンボ、まあこれこだわってたら、まあうまい具合に。さあ、何が出てくるか。まあロトムだろう、間違いなく。マンムこれはアムハンでいけるぞ。吹雪でこれ、もう3分の1だから全然あるだろ、お前。いいダメージ、まあ、マンムの方が間違いなく早い。相手ここ地震か。これラグ変えて抜け人出して6ブラ、あ、じゃあ6ブラなんかないわ。ストーンエッジ、シザクロ、影打ち圏内ではないな、いくらなんでも。いや、きついわこれ。地震読み、抜け人出してたって、ストライク出てくるだろう。いいわ、抜けに出してストライク出そう、もうそれでいいわ。多分地震、もしくは地震
交代読みサザンドラ読み吹雪かもしれない。つららばり、危ねえ危ねえ危ねえ、やっぱ危ねえ。サザンドラ出して流星で押すかと思ったけど危なかったな。でもここ鬼火一択で、まあ、ストーンエッジ仮にあって初か、右右、よし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 、最後だけに、最後だけにお前も、そして鬼火終わっていく、この根性。さあやべえぞこれ、相手かなりおまんむ捨てる勢いだろう。マンムー捨てる勢い、サザン最初ロトム出てこなかったけど、後ろにロトムいない、ロトムいないってことはヘルガーか、ラスイチがラグ耐えねえかもしんないぞ。ヘダスサザンドラで、いやここでもストライクに交代はないだろう。普通にエッジ、いやサザンに変えるわ、サザンに変える、変えてきた変えてきた。ちょっとストライクはやめる。よしロトム、ロトム、これは最高。なんでなんで最初に出してこなかったかわからんくらい最高。出た、もう受けれん、この流星群は確定、ブッパじゃなくなった流星群、この安心感最強きた。まあ、これロトム間違いなく突破だわ。 H 振ってるだけじゃ耐えれんだろう。ではロトムって言ったら S も振るだろうしですよね。うん、いい感じに最後だけに、お前らやるな本当に、なんでこういう時に活躍して、お前お夜勤今日夜勤なのに起きてて動画撮ってるから甲斐あるぞおい。もう俺絶対今日夜死ぬぞ。一回やったんだよ、もうちょディスガイアっていうゲームにハマりすぎてだな、寝る暇惜しんでやってて、よちょ夜勤で死んだんだ本当に。あれはもうちょっとゴミ箱の中入って寝ようかなって思うくらいもう眠かったもんでね。まあこれはあとマンムーだろう。でもこれ普通に岩なだれで、まあ多分普通に、おっと交代読みか、これ下手したらこだわってるぞ。高い威力、あ、急所、ちょっと、いやまあまあまあ奇跡じゃねえだろこれ、落ちるだろ、落ちた、あぶねえこれ、勝った、おっしゃー、1560くらいあった、まあまだいけるかもしんないけど、まあでもこれでも俺進化を止めない、そう、まあまあ降参だろ、まあ、流星群つぶてを打たない、落ちるだろ、きたよっしゃ気合い入れたわ、うん、これでもう後腐れなくこのパーティーやめるわ。ここまで見てくれた方ありがとうございました。そして俺は抜け荷以外の全ポケモンを新しいポケモンに変えてきます。はい、でまあない、まあ今日ちゅうかまあまあ、その時間見て合間見て、このニセトロも修理の方に出したいと思ってますので、まあ、次は治って帰ってきたら投稿という形にさせていただきます。まあその間にねポケモン厳選もしたいですし、はい、でその次の回で、コメント返信まとめてさせてください。はい、すいません。でね、ここまで見てくれた方本当にありがとうございました。でまあ常に進化しなくてはしないとねいけないと、で前回コメントしてくれて、いろいろポケモンのアドバイスくれた方もありがとうございます。はい、では今回をもってこのパーティー終了です。ありがとうございました。Don't
戦う気になって聞かれた。